この番組は極真空手大石道場の提供でお送りします。国際空手道連盟極真会館出席師範大石大吾八段、その蹴りの鋭さから妖刀村正の異名を持つ真の空手家です。大山正っていう人間と出会ってですね、あ、本当の強さっていうものをですね、自分で目の前でこう見たわけですね。ですから自分の考えていた強さとが本当の強さではないと、大山総裁と出会って本当の強さ、まあ、これはもう一生かけても追求するだけのものは価値があると、そういうものに出会ったからでしょうね。本当の強さとは相手に打ち勝つ強さだけではなく、何事も諦めず相手に優しくできる心の強さ、それが自分自身に打ち勝つ強さなのです。大山総裁から学んだ武道精神を正しく伝えるため、大石師範は生涯現役の空手家の道を今なお歩み続けています。そしてその精神は指導者である黒帯にも受け継がれています。自分に打ち勝ち、どれだけ強い心を持ち続けることができるかを試す黒帯の商談審査。去年12月、静岡羽鳥道場の柴田聡さんは三段を目指し30人組手に挑みました。30人ともならちょっともう未知なる数字で想像絶する苦しさが待っておりましたので、お師範からいただいた教えなどを思い出しながらこうやらせていただくことができました。元気な相手が次々に出てくる中、自分だけが苦しくなっていきます。しかしそれを乗り越えた時、信じられないもう一人の強い自分が出てくるといいます。手放しましょう。残るはあと一人、もう何も考えられません。柴田さんは最後の力を振り絞り相手に向かっていきます。そして見事30人組手を完遂、自分自身を超えた瞬間です。指導精神といいますか、そういったものの、あの大師範とか、あの各先生方からこう伝えられてきたこう教えを、いい伝統というかというものを伝えて、うまく伝えていければいいなと思います。総裁の言葉でですね、千日をもって初心として、万日をもって極めとすると、これはですね、極真空手を生涯心の糧として修行を続けてですね、でどんなことがあっても諦めないで、物事に取り組んでいくと。極意は経験の中にありと大山総裁は言いました。修行とは出直しとやり直しの連続、しかし未熟だからこそ修行する意義があります。そして出直すたびに心が強くなるのです。私の考えているその武道というものはですね、その見返りを要求しない努力、あの奉仕の精神ですね。だから自分が1時間2時間必死になってですね、こう教えるからこれを覚えろと、覚えなきゃダメだとっていう、強制しちゃいけない、あの師範として、あの道場者を育成すると、それと同時にですね、武道は年齢とともにその連達、延熟していくと、それもですね、身をもってですね、こう証明しなければいけないものですから。100の理屈より一つの実践、道場生に自分の姿を見せることはどんな言葉より雄弁です。そして武道の本質的な目的とは、失敗を恐れず全力で行うことで自分の力を高めていくことなのです。この番組は極真空手大石道場の提供でお送りしました。